藤田教授は、日本の実業家。株式会社メディアドゥ代表取締役社長。株式会社メディアドゥテック徳島、代表取締役社長。株式会社 5EC 代表取締役社長。木戸デザインホールディングズ株式、会社代表取締役。株式会社黄金の村代表取締役。木戸ゆず株式会社代表取締役。徳島県木戸村生まれ。 徳島県立富岡西高等学校を経て、1994年、名城大学法学部3年時に、携帯電話販売業で創業。1996年、大学卒業と同時に有限会社富士テクノを設立。1999年4月携帯電話を販売する、店舗展開及びインターネットサービス事業を目的として株式会社メディアドを設立し、 代表取締役社長に就任。2004年に音楽配信事業を始め、現在は電子書籍事業を中心に、国内は元より世界に流通できるコンテンツ流通プラットフォーム事業を展開。2013年に東証マザーズ上場。2016年にパレスサイドビルに移転。東証一部に市場変更。十七年業界一位の出版デジタル機構を買収し、 一位に躍り出る。2013年に、紀藤ゆずの栽培、加工品販売会社である株式会社黄金の村を設立。2017年に、紀藤で地方創生を行う、持ち株会社紀藤デザインホールディングズ株式会社を設立。ありがとうございます。